姿でいると高いところは平気なんだけど、この高さはちょっと怖いか。落ちたら聖騎士の強化された身体能力でも助からないでしょう。吊り橋から足を踏み外さないようにしなさい。摂取した岩石の成分を使って背中に歴眼を作って攻撃や防御に役立てているの。力持ちだからあなたくらいの重さなら背中の岩に乗っても気づかれないでしょうね。の虫さん、背中に乗らせてもらうね。私そんなに重くないはずだから。もし重かったら聖騎士の武器や衣装のせいだよ。
感じはやはり人間の。